オルドック館は AWM。 はい、どうも、スコールです。今回はですね、またまた、コアコード運営が、まあ、PC 版の方を先行更新するというわけで、先行アップデートを入れるというわけで、まあ、今日のですね、まあ、夜の方に告知の方ですね、中国の公式の方で出されました。はい。でですね、今回はそちらの内容をまとめていきたいかなというふうに思います。まあ、この内容は、まあ、おそらくスマートフォン版では、今週の木曜日ですね、はい、15日に来ると思われます。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれども、まあ、早速まとめていこうかなという感じですね。はい。北京時間の10月13日、午前8時、実際はま、9時から11時までの間ですね、日本時間だったら、にゲームバージョンを更新する予定ですと、はい、いう風になっております。で、今回の、まあ、新しい新要素といたしましては、まずですね、新しい地図、サイレントナイトチャンバー、というわけで、新しいマップが来ますよという感じです。まあ、新マップってか、まあ、これ、レジャーですね。はい。サイレントナイトチャンバー、ナイトメアエッジと呼ばれる激しい1対4の決闘と、新しいレジャーは1人対4人の戦闘があるという感じです。2番、プレイヤーはそれぞれ、ドリームエクスプローラーとナイトメアの役割。まあ、ナイトメア、お化けの方と、まあ、それを探す方みたいなね、そこから逃げる方みたいな感じですね。はい。そういう風に分けられて、まあ、行われるというわけですね。で、熾烈で面白い戦い、まあ、これは知らんです、これは。はい。まあ一応その部屋から抜け出せれば OK っていう感じになっているみたいですね。まあ隠れんぼみたいなのあったじゃないですか。はい。それのまあお化け屋敷バージョンみたいなのが来るといった感じでしょうね。悪夢の攻撃を回避しってなんかデッドバイデイライトみたいなことしますね。はい。で4番、福祉活動も同時に開始され、タスクを完了すると、まあ要はミッションですね。はい。ミッションの方をこなしていくとギフトパッケージを受け取ることができますよと、はい。いう風になっているみたいですね。トレーニング勲章ももらえますよという風になっております。まあ専属の中身っていうのも変わりますのでそちらに関しましてもですね、またシーズンが始まってすぐ回すことができるという感じになっているわけですね。でですね、まあ詳しい話はゲームにログインしてから体感してくださいねというふうに書かれております。でシーズン14オールセインツの城と、テーマとコラボはこれ別なのかな。はい。シーズン14正式にオープンしたオールセインツ城はあなたの最高の栄光に挑戦しますと。城なんだオールセインツ城みたいな。うん。まあこれなんかあれじゃなかったらいいですけどね、なんか円卓騎士のパクリみたいな。パクリって言ったらちょっと違うかな。はい。新しい予選インターフェース、シーズン報酬、オールセインツの城を探索してカーニバルが続きます。これわかんねえな。新しい予選インターフェースってなんだ。予選中にハロウィンエッグモードに入って、ハロウィンパンプキンランタンを点灯し、検索して魔法のハロウィンナイトを探索するチャンスがありますと。わかんねえな、これな。このままやったら。4番、キャンディーバトルやカボシャランタンのライトアップなど、季節のアクティビティが同時に開始されますと。まあこれアクティビティ。まあ要するにイベントですね。はい。で、季節の報酬を受け取ることができると。まあシーズン報酬を受けてることができるというわけですね。で、5番、シーズン13デビュー。まあ、これはいつもやってるやつですね。どういう記録、どういう戦績を出していたかっていうのをまとめてくれるみたいな、今回もされるというわけです。あれの報酬って毎回高級勲章ですけれど、なんかトレ君とかね、栄光勲章とか欲しいですよね。で、6番、シーズンパスが完全に更新されました。パスレベルをアップグレードして、ファラオの魂などの限られた報酬と引き換えることができる特別なトレーニングメダルを獲得してくださいと。まあ、中身が変わったっていう感じですね。で、7番、シーズンの最初のリチャージが更新されて累積された60ポイントのリチャージをキャッスルシリーズの得点と交換できますと。60ポイントのリチャージ、まあ60トレクンでなんか交換できるみたいな感じですかね。はい。まあ詳細についてはまあゲーム見てくださいって書かれてますね。また今回もバトルパスちょっと仕組みが変わるようですね。まあワンチャンその、まあ、贈呈を使ったレベル15キャラクターでバトルパスの無限化っていうのがちょっとできなくなってしまう恐れってのは十分あるかなというふうに思います。で次ですね、限定ラッキーバックイベントを追加しました。イベント終了後建物の部品、壁、ジョイコインなどの豊富な特典を獲得できますと。はい。まあ、イベントの方ですね。まあ、やっていくことによって。で、ミッションをこなしていくことによって、またマイトピアですね。はい。マイトピアコインとか、まあ、建物自体の、いろいろ壁とかそういうのが手に入るみたいな、いう風になっておりますね。で、2番、ビジター機能は、相手のハッピーアイランドを訪問するための入り口を追加します。これにより、訪問しやすく、お互いを好きになりますと。まあ、現状のマイトピアに入りやすくなるような新しい仕組みが追加されるというわけですね。で、3番、マイトピアにパーソナライズされたアクションを追加して、ダンス、エモートが入るって感じですね。4番、表示されている武器スキンを表示すると、敗北数、ダメージ数、クリティカルストライクなどの武器スキンの使用状況データが表示されますと。武器スキンに応じた、まあ、今までその、キルカウンターとかついてましたけれど、一応そのダメージ数とかもカウントされていて、それも表示されるって感じなんでしょうね。これすごいな。うん、そんなデータあったんですね。で、5番、更新されたコンテンツ、まあ、またこれあれですね。ログインして確認してねってやつですね。で、次ですね。戦闘の最適化というわけで、1番、マップのマーキングエクスペリエンスを最適化しますと。プレイヤーがマークした後、点線のガイドが表示されます。マップのマーキングエクスペリエンスを最適化しますと。
リエンス、マークした後、点線の、ああ、じゃあまあ、まあ、一人か二人でピンをいくつか刺したら、そこが点線で結ばれるみたいな。それで、こう行きましょうね、っていうのを表示できるみたいな。これいいですね。チームアリーナの初期装備には、自動アブルがなくなり、自動販売機には、煙の手榴弾を追加しますと。ああ、なるほどですね。団体競技場で、まあ、投げ物なくしますけれど、木だけまでありますよ、っていう、そういう風な調整をされるみたいです。木いらねえんだけどな。3番、予言者シリーズの車両は、モデルの読み込み効率が最適化されますと。予言者シリーズって何やったっけな、覚えてねえな、予言者シリーズ。結構なんかマイナーなね、車両スキンなんですよね、予言者って。はい。4番、隠し捜索の戦いでは、ロックされた時に、チームメイトの視点を切り替えることができますと。同時に、偽装者が要塞に入ると、検索者にプロンプトがわかんね。まあ、隠れんぼの方が、まあ、結構ですね、まあ、変わりますよっていう、改変されますよっていう感じみたいですね。あ、なるほど。隠れんぼで、自分が動けないように、固定したい時に、することによって、まあ、チームメイトのところを代わりに見ることができるみたいな。ロックした時だけ、自分の動きを止めた時だけ、チームメイトが今どんなことをしているか観戦できるっていう感じみたいですね。はい。で、その他、1番、スーツページに入る機能を追加して、メインのファッションアニメーションを全画面で再生できますと。はい。まあ、今までその、写真とかスクリーンショットを撮る専用の画面って、まあ、ショップとか倉庫にあったと思うんですが、まあ、そこでも、まあ、そのですね、スキンに応じた踊りっていうのをキャラクターが披露してくれるっていう感じですね。で、2番、モール内のファッションパーツを表示するためのズームイン効果が追加され、閉じることを選択できますと。まあ、ズームイン効果前からあったと思うんですけどね。まあ、パーツごとにズームインできるみたいな感じでしょうね。まあ、服スキンだけ見るとか、あと重機スキンもズームインできるみたいな、そんな感じでしょうね。で、3番、倉庫に新たに取得した商品を表示する機能を追加しましたと。あ、新規取得順みたいな感じで見れるみたいですね。で、次、バグ修正ですね。1番、ハッピーアイランドに初めて入るときに、ハッピーコインの数が間違っている可能性がある。そんなあったの。やばいだろ、それな。2番、レベル2のハッピーアイランドクエスト、古典的な戦いを行うが完了。すごいバグあるね、また。これ、マイトピアのバグ多いみたいですね。はい。まあ、そのミニマップの表示が実際と矛盾する問題とか、あとビジターリストをドラッグできない。あ、あれ、6名しか表示されないっていう問題あったじゃないですか。マイトピア。あれ、ドラッグできないだけなんだ。あ、なるほどね。6人しか映らないの、マジ、ゴミだろっていう風に思ってたんですけれど、まあ、これ結構いいですね。で、5番、ハッピーアイランド、マイトピアの階段を廃止できない問題。あ、そう、廃止できないね。ちょっとなんか組み合わせがあるんですよね。壁が邪魔だったりとかすると、本来は置けるのに置けないみたいなことがあったりするんですよね。はい。6番、招待状に表示された問題が特定の時間に期限切れになる問題を修正しましたと。招待状に表示された問題ってなんだ、まあ、これわかんないですね。7番、ライセンスプレートの表示データが異常である。ライセンスプレートってなんだ、あ、これ多分あれだろ、豪華限定版のナンバープレートの表示がおかしいみたいな感じか。で、8番、ガス弾による異常な損傷、あ、ガスのダメージ修正されるみたいですね。はい。で、9番、ギフト券の列にスカー晩秋の赤い楓が正しく表示されない問題を修正しましたと。あ、なるほどですね。チケットで買えるところに、まあ、スカーの、まあ、限定枠のスキンが入っていたと思うんですが、あれ、金付け交換できますよっていう体で、実際押したらガチャ回すためになるっていうのが修正された感じですね。まあ、これによって金付け交換がおそらく、まあ、限定のですね、今回の新規期間限定スカーでできるみたいな風になると思いますね、これで。はい。で、10番、MK5 ワンパンマン89式富士トワイライトの10モデルの問題を、あ、これ配布ですね、これ89式の富士トワイライトは、はい。9月の配布ですね。あれ、バグってたんですね。で、11番、修正された89式ボロスの特殊効果わかんねえ。修正されたんですね、特殊効果が。そんな感じでバグの方も修正されたといった形ですね。で、アップデート後の無料ガチャ要素についてまとめていこうかなというふうに思います。まずですね、今やっております栄光勲章が無料でもらえるですね、精神力のイベントの方ですね。まあ、あれはまあ、おそらくシーズン14が始まる10月15日以降はですね、なくなることが予想されますので、まあ、あれで栄光勲章をゲットしてまあ、回したいなとか、後で回したいなというふうに思われていて、保存したいなっていうふうにされている方は、このうちにされておいた方がいいのかなというふうに思いますね。多分なくなるんじゃないですかね。あくまでその事前イベントという体でされておりますので、まああってもおかしくはないですけれど、まあずっと残っているっていうふうに期待はしてはいけないのかなといった形です。で、今回新しくアップデート後にあるですね、まあ無料ガチャ要素といたしましては、まあ一つですね、こちらのコラボの方にあります、まあイベントクリアしたらトレーニング勲章が手に入りますよっていう、こちらの方ですね、まあ、これが主な無料ガチャ要素、リスマの要素となりますので、まあここら辺は皆さん押さえておくといいのかなというふうに思いますね。まあ、他にもコラボレーションとか、シーズンが始まってすぐのイベントの要素の中に、まあ無料でガチャが回せる要素ってのもあると思いますから、まあ、そちらの方も皆さん押さえていきつ
つ、まあ今あります精神力イベントの方で栄光勲章ですね、これを保管しておいて、もしもなかったのであればこの何もない期間に使って回していくという風にしていけばいいのかなという風に思います。はい。でこの中に、まあ、今回は3周年の内容っていうのも入ってないですけれど、まあ、3周年も近日中に来ることが予想されます。次のアップデートになるか、まあ、次ってのは15日のアップデートではなくて、さらに次のですね、まあ、29日頃に来るアップデートで3周年始まるか、まあ、それともですね、データ更新の終わったですね、後に1週間後にですね、データ更新が来るんですけれど、そのタイミングで新しくですね、3周年が始まるか、まあ、この2つのタイミングになると思います。まあ、コラボレーションが今回来ておりまして、まあ、コラボがだいたい2週間ぐらいで終わりますので、その2週間が終わった、まあ、29日前後に新しくですね、3周年イベントっていうのが始まる可能性の方が、まあ、今回は大きいのかなと、はい、いうふうに思いますので、皆さんね、これラストチャンスですよ。はい、3周年に向けるラストチャンス。今のうちに、まあ、レベル5アカウントとかを作っておいて、まあ、無料金券配布とか、まあ、勲章が配られたら、まあ、無料の勲章の配布、こちらを増殖できるように準備しておくべきかなというふうに思いました。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のオンよろしくお願いします。Twitter やってます。フォロバしろと言われたら、フォロバしますのでよろしくです。TikTok、メルダム、そちらの2つやってます。メルダムの方では、すべてのリセマラライブやっておりますので、リセマラの恩恵を得たいなという人はそちら来てください。よろしくお願いします。あとですね、動画、コメント欄、コミュニティ欄の方でギフトカードがもらえるようなキャンペーンもやっておりますので、そちらもよろしくです。LINE の方で動画の通知や最新情報の方もお届けしておりますので、そちらもよろしくお願いします。サブチャンネルでもぼちぼち料理動画上げてますんで、よかったらそちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。